皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は、新しいことをやるのって勇気がいりますかというお話です。大抵の人はですね、もしかしたら、人間はって言ったらいいのかもしれないですけれども、快適な、例えば今いいという状態を心地よいと感じる遺伝子があるらしく、変えるということに対してものすごく抵抗があったりとかっていう方が多いという話を聞いたことがあります。そういう意味での遺伝子は、私の遺伝子はちょっと変わっているのかもしれなくて、退屈の方がダメなんですよね。その同じことを淡々と繰り返す、だからルーティーンで毎日決まった時間に行き、毎日決まった同じことをやって、そして帰るみたいな、そういう生活はできないタイプの人間です。だから営業職を選んでたのかもしれないですけどね。営業って人と会うから、当然予測不可能な回答が返ってきたりとか、大体予測はするんですけども、あ、そういうふうに来るんだみたいなことで常に脳内が刺激されるような、そういう状態が続くような形で生きてきていたので、フロンティアなんでしょうね、資質が。だから転職は結構繰り返してますけれども、当然スキルアップのための転職だったので、お給料と地位は上がっていくような形にはなってましたけれども、当然そこにはやりたいことをやるっていうのが前提にあってやっている転職だったんですね。で、転職っていうと基本またゼロからのやり直しです。業務もそうだし、人間関係も全てそうですね。そしてかつ技術とかそういったものも新しくまた覚えてっていうことになるので、転職当初は特にやっぱ大変です。しかも私業界が全部バラバラなので、やりたいことをやりたいようにやっているので、旅行業から始まって、であとはインテリアの方入って、建築業界ですね、でブライダルやって、パンコネっていう食品系の業界とかっていう感じでやっているので、全然業界違います。ただその時に出会う人も当然違うので、いろんな人とお話をするとか、対応能力とかがすごい身についたかな。特に営業の折衝能力とかは身についたと思うんです。で、特に最後の2つなんかベンチャーで新規事業部とかをやっていて、何もないところから何かを見出すっていう作業だったので、案外それが好きだったりしてたので、逆に落ち着いちゃって、それがルーティン化するような時期になると、私はそこを離れることが多かったりしてましたね。何もないものから01をやるのが多分好きな性格だったんでしょうね。だから基礎概念とかっていう気持ちも当然ないし、世にもないものを生み出すとか、サービスもそうだし商品もなんですけど、それが好きなタイプだったんで、フロンティアですかね。となると、やったことがないこと、あとは人がやってないことをやろうとするとすごいワクワクするんですよね。だから、オンリーワンか、ナンバーワンよりオンリーワン、一つしかないとか他にはないとか、そういうものがもともと好きだったし、限定品とか希少価値があるものっていうのが好きだったんで、自分自身もそうでありたいっていう気持ちがやはりとても強かったっていうのはあったりとかしてました。だから躊躇する人から見ると、私がものすごくこうガンガン動いているように見えて、なんで飛び込んでいけるんだろうっていうふうに思うのかもしれないんですけれども、ひとところに落ち着いてそこにいるのが向いてない性格だからですね。そしていろんなことにチャレンジして好奇心旺盛に楽しむこと、それは人生を楽しむことにもつながっているんですけれども、それをするのが楽しい。だから当然困難もつきまとうし、人よりも転ぶ可能性が高いです。だって人がやってないことだからです。だけれども、なんていうのかな、そういうのをやり慣れてるとですね、だんだん転び慣れてくるし、転び慣れるっていうことはですね、立ち上がるのが速くなるんですよね。速度が速くなる。だから人としては強くなるというか、転びた方が上手くなるって言ったらいいんでしょうかね。そんなことを繰り返してきました。だから人がやってないことっていうのは、もちろん大外れになる場合もあるけれども、大当たりになる場合もあって、勘が上手に働くなるようになると当たりの確率がだいぶ上がってきます。
なので私の場合にはその勘がすごく働きやすい、データを多分収集する能力も徐々に転ぶごとにデータを取っていくわけなので、それが上手に収集できるようになったんじゃないのかなっていうふうに思います。だから、人がやってないこととかやったことがないことに躊躇する人にはまあ、エールを送りたいんですが、それをやることによってそれはやったことになるので、一回でもやるともうやったことになるので、その経験値が増えるとまあ転び方も上手になる、もしくは転ばなくなるということで、そこに対する多分躊躇がなくなるんですよ。で、躊躇がなくなってくるとどんどんやりたいことに加速がつくようになるので、結果欲しい人生ないしは欲しい目標、やりたいことに近づくんじゃないのかなっていうふうに思っています。だから私はまあ年数はねかかってますけど、徐々にだんだんやりたいことを自由にできるようになっていて、会社員は22年勤めましたけれども、独立して8年目になりますけれども、ずっと仕事はしていて、でいつか自分で好きな場所、好きな時に好きな人と好きなことをやりたいっていうのを思っているのがだいぶだいぶ見えてくる状態になってきました。パンを辞めて、コンサルタントで動いているということは、まあ、パソコン、まあ、場合によってはパソコンなくてもいけるんですけど、自分の頭があって思考があればクライアントと会えば解決策を導くお話をできるので、まあ、日本全国世界でもどこでも行けるということになるので、場所の縛りが消えました。そこがやっぱり大きかったかなと思います。ただそういう人生を欲しいと思うのが30代の頃からだったんで、今49になります今年って考えると、やっぱ20年近くかかってるわけなんで、そういう意味では遠かったかもしれません。だけれどもそれを願えば必ずそれに近い状態にはなっていけるんだなというのは実感しているので、ぜひそんなことも含み合わせつつ、チャレンジすることから世界が開けるかもしれないと思って、日々頑張っていただけるといいなというふうに思って、そんな皆さんにエールを送りたいと思います。それでは。